皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。全部で5問あります。回答時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。家の前でお友達と遊んでいるイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、家の窓の左側が大きくなっていました。2つ目は、チューリップが黄色になっていました。大きなチューリップで綺麗ですね。そして3つ目は、真ん中の女の子のスカートが変わっていましたよ。仲良く楽しそうに遊んでいますね。2問目です。畑を耕す女性のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、ここの草の色が変わっていました。2つ目は、カゴの取っ手がなくなっていました。作業にはやはり取っ手があった方が持ち運びやすそうですね。そして3つ目は、
土のこの部分が変わっていましたよ。時間内に見つけることができましたか？3問目です。ハロウィンのパフェのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、真ん中のパフェのポッキーが短くなっていましたね。二つ目は、お化けの口が小さくなっていました。そして三つ目は、左のパフェの葉っぱの飾りが消えていましたよ。カラフルで豪華な盛り付けですね。とっても美味しそうです。4問目です。学校の授業のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、黒板消しが消えていました。二つ目は、前の女の子の制服に名札がついていました。そして三つ目は、先生が持っている緑の教科書が小さくなっていましたよ。握っている手の下から少ししか出ていませんよね。楽しそうな授業風景ですね。最後の問題です。アイスクリーム屋さんのイラストです。違うところを3箇所探してください。
答え合わせです。まず一つ目はパラソルが低くなっていました。気づきましたか？二つ目はアイスのコーンが少なくなっていましたね。そして三つ目は蓋の取っ手が小さくなっていました。昔はこのようにアイスクリーム屋さんが歩いていたようですね。高知県の桂浜ではアイスクリーンとして今でもこのように売っていますよ。美味しそうですね。以上で問題は終了です。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。